今日のラーメンは小豆島ラーメンのひしおに来てます。許可もクソもないんで勝手に撮ってます、ね、こう豆ってなんかすごくインパクトがある。ちょっと食べてみましょう。海を見ながら食べれるこのオーシャンビュースタイルです。私海嫌いなんで中で食べます。じゃあ実食ということで、まずこの炙りチャーシューがすごく、まあ、インパクトありますね、なぜかもろみも乗ってるという、ね、小豆島っていうのをアピールしたいんでしょうか。ではやさしいスープ。このチャーシューもすっごい味染みててめちゃめちゃ甘いっす。やっぱ小豆島やけんこう醤油が有名だからなんかいろいろあれなのかな。細麺やけんこう喋ってなんかやったらもうすぐなくなっちゃいましたと思ってたら、見てください、替え玉心ゆくまでたまらん。5杯ぐらいいっちゃおうかなって思うんですけれども、なんか気使っちゃって多分1杯ぐらいしかいけないと思います。じゃあおかわり。替え玉なんですけれども、すごいこう麺型ですごくいい感じでした。で、替え玉にチャーシューもついてるし、謎のわかめもついてるし、なんと餃子もついてるんですよね。なら最初からつけたらいいじゃんなんて思ったりもしたんですけれども、でもやっぱ小豆島の醤油なんかすごい出てました。はい、カンパケです。ごちそうさまでした。今気づいた件、ここ近くにエンジェルロードもありましたね。観光地なんてぜひ来た際は行ってみてください。